久保さん、公園ね、いろんなオチがあるでしょうね。大人の事情っていうね。まあ、公園で遊ぶことなくなりましたね。久保さん、久保さんでもこれやってるか、公園、なんか神社とかこれでやってるかな。僕ね、公園の滑り台とか、公園のブランコとかで遊ぶこともなくなりましたね。久保さんは遊ぶかな。40になりまして、昔はね、公園で遊んでても、全然遊んでましたよね。まあ、ブランコ楽しいなとか、逆上がりとかね、鉄棒、ただ棒があるだけなんですけどね。ただ棒があるんだけど楽しいみたいなね。まあ、何が言いたいのかっていうと、まあ、昔ね、ガキの頃、公園で楽しめたんだけど、今、楽しめないっていうね。楽しめるものも、変わってしまうし、どんどんなんですかね、大人になると、なんかガキの頃って、まあ僕の時代は缶蹴りとかね、なんか缶一つで楽しめたみたいな。缶蹴り僕すごく楽しかったんですけど、カンカンって蹴る、なんか隠れてね、ういみたいな。まあ今の子はね、ゲームとかいっぱいあるんであれですけど、なんかなんですかね、些細なことにワクワク楽しめなくなる。大人になると。へえみたいな、ふうとか。だからワクワクってどんどんなくなってきますよね。ワクワクさんなくなりますみたいな。ワクワクさんちょっとなくなっちゃったのかな。ワクワクさん。ワクワクさん死んだ。ワクワクさんワクワクさん死んだのかな。ワクワクさん。今どうなってんだろうな、ワクワクさん。はい。あ、ワクワクさんなんか YouTube やってんのかな、今。ワクワクチャンネル。あ、でもどうなんだ、これ。まあ、あれですね。まあ、時代は変わるし、自分のね、楽しみも変わりますんで、ワクワクできるようなことを見つけてね、やらないと、老けてきますね。なんですかね。なんか大人になるとわがままになるんですかね。昔は鉄棒でただ棒がこう置いてあるだけだけど、それでも楽しいとかね。なんかそこにあるだけで、缶があるだけで楽しめたんだけど、大人になるとなかなかそれを楽しめなくなるっていうね。もっと落とすと、走ってるだけでは楽しいみたいなね。そう、大人になるとね、走るのしんどいみたいな、タクシーみたいなね。昔は走るだけでキャッキャキャッキャこうね、なんか鬼ごっことかもね、ただ走ってるわけじゃないですか。でも楽しいみたいな。大人になるとね、しんどいみたいなね。歩きたくないみたいな。大人になってなんか失ってますね。いってらっしゃい。